松平家忠は1555年三河の国現在の愛知県ぬかた郡で生を受けました。徳川家康が松平姓の頃から仕えている福大津松平家の4代目当主である家忠は、武田勝頼と戦った長篠の戦いに参加するなど、家康の家臣として各地の戦に従軍、最後は鳥居元忠と共に伏見城の戦いで戦死しました。また家康を中心に当時の武将の動向や生活がわかる家忠日記の著者でもあります。千代田区の複合商業施設有楽町マリオンの道を挟んで向かい側に明治大学発祥の地があります。家忠死後も続いていく福大津松平家の6代目当主松平忠房は家忠の孫で島原藩初代藩主となりました。そしてこの地に福大津松平家の神屋敷が置かれることになりました。時代が江戸から明治に変わって貸し出されることになった神屋敷の一部は明治大学の前身明治法律学校に生まれ変わりました。